今日午後、神戸市兵庫区のパチンコ店で駐車場で止めていた軽自動車が爆発し、車に乗っていた男性1人が怪我をしました。命に別状はないということです。今日午後1時半ごろ、神戸市兵庫区新海地のパチンコ店の2階駐車場で止まっていた軽自動車の車内で爆発があったと通報がありました。この爆発で車に乗っていた30代の建築作業員の男性が顔と手に火傷をし、病院に搬送されましたが命に別状はないということです。男性の他に怪我人はいませんでした。警察によりますと、駐車場のガラスが14枚割れたほか、周辺の車3台も一部が破損したということです。消防には乗用車内でカセットボンベが爆発したとの情報も入っていて、警察は詳しい爆発の原因などを調べています。